スーザン・ティレルはアメリカ合衆国の女優、声優である。1945年にカリフォルニア州サンフランシスコに生まれる。父親はタレントエージェントとして働いていた。ニューヨークで女優活動を開始して、最初の舞台はアート・カーニーとの共演作、タイム・アウト・フォー・ジンジャーだった。その後も様々な舞台へ出演して、キャリアを積んでいき。 1971年に、グレゴリー・ペック主演のシン・ガンヒルのケツトで映画デビューを果たす。翌年出演したジョン・ヒューストン監督で、ジェフ・ブリッジス主演のゴングなき戦いで、その演技力が高く評価されて、同年のアカデミー女演女優賞にもノミネートされた。また、1977年に出演したアンディ・ウォーホルのプロダクションによって制作されたスリラー映画。 アンディ・ウォーホルのバットでは、サターン助演女優賞も受賞している。それ以来、女優としての地位を着実に築き様々な映画へ、出演。カルト映画への出演も多く、ドナウィルクス主演の女子高生の表と裏をテーマにした、エンジェルのソリー役や、リチャード・エルフマン監督による、低予算映画、ホービデンゾーンでの地下帝国の女帝役、ジョン・ウォーターズが若きジョニー・デップを起用して監督した。 クライベイビーでのロマーなり血役などがある。フォービデンゾーンにおいてはその歌声も披露しており、発売された同映画のサウンドトラックでは、ダニー・エルフマン作曲によるティレルの歌声も収録された。血液疾患の本体性血小板血症を患い、2012年にテキサス州オースティンで死去。67歳だった。ありがとうございます。